これはリハーサルである。あれが会場のチェルシーホテル、夜の若者が集まっていますね。いや、これはダニエルの鈴木さんです。今日の意気込みは意気込みはまあピーヒャラな感じで、ピーヒャラでパッパパラパーな感じ。石先生、今日の DJ セットは、今日の DJ セットはいろんな国の感じです。いろんな国、チェコスロバキアとか。ウォルス君です。ウォルスガークです。これが伝説のテイクフリーの、はい、あ、これはあのね、エヴァンゲリオンのあのね、あのビリス的な、あ、的なとか言ったらどんどん出てきた。なんかこう、あ、かっこいい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 。これはあなたの曲ですか？違います。iTunes 直焼きですか？直焼きです。いや、ダブステップだとか聞いたんですけど、やっぱりこう、もうなんかいつの間にかノイズとか混じってたりして。あ、ノイズですか？ちょっと嫌な思いさせていこうかな。あ、嫌な思い、嫌がらせ CD 的なね、はい、まあ、いや、楽しみにしてるんで、これ1枚ください。はい、はい、全部違うもん入ってるんで。そういう、なるほどね。どうですか、このくらいの BPM もなかなかね。こういったメンツですが、日付がめちゃめちゃです。いや、インタビュー困るな。丸尾沙さんはあのトライブについてはどう思いますか？トライブ聞かへんから分かんない。聞かへんそうです、はい、すごい。今日のお客さん、はい、今日は何をこう求めてこのイベントに？ウォルスさんのライブペインティング。ああ、ピンポイントですね。ピンポイントです。いや、もうなんかね、音も聞きましょう。音も聞きます。彼は19頭身社長 DJ 一億、はい、今19頭身の動きはどうなってるんでしょうか？全くないですね。うん、まあ消えたって言ってもうん、というわけで、はい。まあね、やっぱね、アビシェイカーとか面白いんじゃないかな。アビシェイカーね、いいですね。アビシェイカーコンピとかね。面白いかもしれない。アビシェイカートリビュートコンピ、死んだ後にね、うん、まあそれ以外はクソかな。まあね、まあまあまあ、でもクソでもね、やっていくとハエがたかるから、ハエがね、そうするとクソじゃなくなる。もうハエからもクソだって言われてるけどね、やつらね。まあ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 、彼の場合はしょうがないんだけど、まあ、それを突き詰めてるからね。だからでもアビシェイカーいいんじゃないかな。アビシェイカーいいと思う、あの人は昔から好き。まあ好き嫌いじゃないんだけど、まあ中川浩平よりも。だから駅のキオスクとか行ってさ、なんかこう、コーヒーみたいな感じの感覚でアビシェイカーって言って。アビシェイカー1個みたいな、タクシーとか乗ってもどこ行くんですか、アビシェイカー、アビシェイカー。そう、まあそんなわけで、そういうのある。
今日の DJ セットは楽しいです。楽しかったです。楽しかった。まだやってねえよ。未来から帰ってきたんだよ俺今。クラブ帰りは絶対富士そばだっていうね。あのドリンク買いすぎてお金がないから。ああ確かに。今日何杯飲みました？今日はゼロ。